ティンクルスター・スプライズは縦スクロール対戦シューティングゲームのシリーズ、またはその第一作目のタイトルである。シリーズ第一作目で開発は ADK。使用基盤はマルチビデオシステム。二人のプレイヤーが互いにほぼ等しい性能のキャラクターで対戦することを主体にした作品で対戦型シューティングゲームということもできる。このようなゲームは日本では極めて少数で、 本作以降に、チェンジエアブレードと、ウィングウォーの前衛後衛側に位置を取って打ち合う、タイプや、先行のン部などのフィールドを用いた前方位、移動タイプのものがある。低い闘身の可愛いキャラクターや、ファンタジー色の濃い世界観などが人気を博した。これは、当時一世を風靡していた落ち物パズル、ぷよぷよシリーズにあやかったものとされる。対戦の要素を盛り込んだことで対戦プレイヤーも、 生まれた。しかし、第一作完成と同時に、この作品におけるキーマンであった、関本、瀬川が退社したため、長期にわたって続編は制作されず、当時のアーケードで主流だった、対戦型格闘ゲームほどの大ヒットにはならなかった。1997年には、セガサターン。2000年には、ドリームキャストに移植された。2005年には、本作も収録した続編。 ラプティープリンセスマイナスが発売。また、2008年には、プレイステーション2用コレクションソフト、ADK 魂にも収録された。2011年には、Wii のバーチャルコンソールで配信開始された。2015年には、ラプティープリンセスマイナスと ADK 魂が共に、プレイステーション3向けゲームアーカイブスとして配信開始。2016年には、スティームで、英語版。 トゥインクルスター・スプライツとして配信開始。スティーム版は日本語表記がないが、音声のみ日本語でオンライン対戦が可能。2018年12月6日には、Xbox One と Nintendo Switch で、同年12月11日には PlayStation4 で、アケアカネオジオの一作品として配信された。元エ d ディケイ社の品質管理だった人物によると、 元のアイデアは、ADK 入社試験、書類選考への関本氏の応募企画、対戦シューティングであり、連爆送り以外の様々なプロトタイプバージョンも存在したとのこと。ドキドキ魔女審判のスタッフブログに、スタッフが本作の開発秘話を載せている。魔法世界、プレアミューズには、あらゆる願いが叶う伝わる伝説の星、ティンクルスターがあった。ある日、悪の帝王、 メビウスがティンクルスターを盗んだため、プレアミューズの王女ロードランはお供のラビキャットを連れ、ティンクルスターを取り戻しに行く。使用可能なキャラクターは13キャラクターで、それぞれスピードショット性能、エキストラアタックなどに差がある。キャラクターデザインは藤宮深森。プロフィール等は公式サイト、セガサターン版の説明書及び口述の設定資料集より引用。また、 キャラクターの誕生月は、設定資料集に付属している1998年カレンダーより、グレゴリオ歴における12ヶ月に対応しており、キャラクターの誕生日も記載されている。1レバープラス2ボタンで操作。対戦型シューティングといっても1画面でお互いがんを打ち合うのではなく、画面が2分割されお互いが普通の盾、スクロールシューティングゲームのようにゲームをプレイする。両プレイヤーは共に、 ライフが5でスタートし、ザコキャラに当たると、自分のライフが1減り、相手のライフが0.5増え、相手の攻撃ザコ、リバーサル攻撃ザコ、ボスの攻撃に当たると、自分のライフが3減り、相手のライフが1増える。先に、ライフがなくなってしまったプレイヤーの負け。勝った側はポイントがカウントされ、日本選手で勝敗が決定する。ダブルコによるドローの場合、双方に1本カウントされる。 斉藤司による漫画版がコミックゲームストに連載された。単行本化はもろもろの事情で見送られたものの、その後斉藤本人の個人サークルから同人誌として反布されている。申請者より平成10年1月18日発行イラスト、設定資料と攻略法が記載されている。また、おまけとして描き下ろしの1998年カレンダーが付属されている。 当時、ADK は、ワールドヒーローズをはじめとする格闘ゲームを開発していたが、格闘ゲームは、制作に労力と時間がかかるため、すぐに作れる小さな企画をメインとしたコンペが開かれた。社員の貸しを待つしたこと、松下圭安氏は、もともと企画者を目指しており、ADK 側が出した対戦ゲームというオファーと、自分の好きなシューティングゲームを組み合わせたようと考えた。 工房の締め切り直前に上司から打ち合い型のシューティングゲームを否定されたため、松下はとっさに画面を縦に分割する方式にしていると説明する。これが上司の興味を引き、松下は本作の元になる企画を提出したが、この時点では先の発言を具体的に実現する方法については考えていなかった。その後、松下は 1P と 2P が、 別々のフィールドにいるのに、直接的に戦えるという要件を満たすため、相手フィールドに雑魚を送り込む、連撃といった要素を取り入れた。本作の基盤性能や予算には、限りがあり、松下は同じく基盤性能等に制約があった、コットンが示した、方向性に助けられたと、ゲーム文化保存研究所に寄せた、コットンについての記事の中で振り返っている。ティンクルスター・スプライズ。 ラプティプリンセスマイナスはシリーズ2作目であり、前作であるティンクルスタースプライズの続編。略称は LPP やプチプリなど。グラフィックが 3D になり、KDDI のマッチングサービスマルチマッチング BB に対応したプレイステーションに用ソフト。2005年7月28日に SNK プレイモアからリリースされた。妖精界の王女が 闇の帝王を聖なる力で倒して、願い星、ティンクルスターを取り戻してから3日後、突然何者かが、妖精界、天使界、悪魔界をつなぐ、星々のバランスが崩れる現象スターディストーションを起こす。それと同時に、頼りの妖精界の王女ロードランも姿を消す。その噂を聞きつけた、時の魔法使いタイムバーターミットは、ロードランに会いたいという一心から、 彼女の代わりに世界を元に戻すことを決心する。前作と画風がかなり変わっているが、デザインは前作と同じ藤宮深森である。また設定にも変化があり、ロードランはメモリー女王の義理の娘となっている。プレイヤーキャラクターその他、スタッフロールの声優の項目に、村上慶子、中西直也、小川達弘、伊賀谷陽子、松永彩香と明記されている。 ゲストキャラクターメインのシステムは前作をほぼ踏襲している。前作からの変更点としてはゲームスピードの低下、ステージの拡大などが挙げられる。そのため、前作と同じ構成の変態雑魚であってもパーフェクトを取るための有効な連爆方法が異なる場合がある。また、相手の攻撃雑魚をリバースした際に爆風が発生しなくなり、それを利用した連爆はできなくなった。 子供とによる漫画版が月間電撃コミック画を、に連載され、全4回の連載をまとめた冊子がゲームソフトの初回購入特典として店頭で配布された。本作はいくつかの対戦型シューティングゲームに影響を与えており、例えば同人ゲーム東方貝塚は本作と似た形式の対戦型シューティングゲームとして作られた。また、 カナダのライバルメガガンは本作へのオマージュから開発された。ありがとうございます。